アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋自社です。令和6年11月9日、場所は滋賀県宇野引きグリーンスタジアムにて、2024X2 リーグ最終節、ゴールデンファイターズ対木曽のスーパースターズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時20分キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして、両チームそのウォームアップに努め、試合の準備に余念なくその試合に向かっているところにあります。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。本日はホームチームという形の扱いになりまして、手前側メインスタンド側に陣取っておりまして、チームカラーのダークグレーのユニフォームをまとっておりますのがゴールデンファイターズです。1992年創部の、かつてはアサヒプレックスを冠に配しましたゴールデンファイターズ、社会人一部リーグ X リーグ、にも在籍しておりました。その戦歴を持っております強豪勢の一角です。チームに関わる全ての人々に勇気と感動を与えられる、そのようなチームを目指し、皆様と共に、最後まで諦めない心で、何より自分に負けない強さを持って心身フットボールに勤しんでいる、そんなチームであります。現在も、現時点この B ブロック全勝を確保しておりまして、そのまま一気に優勝記念という形でこの布引きの地に赴いてまいりました。さあその戦績伴いまして、この試合を制することができるでしょうか。この現在絶好調にありますゴールデンファイターズを迎え撃つ格好で、本日はアウェーという形でバックスタンド側に陣取っておりますのが磯野スーパースターズです。こちらも昨年から X2 に再昇格しまして、その名を届かせる東海の、アメリカンフットボールの雄として現在も奮闘をしておりますチームです。岐阜を中心に愛知、三重などさまざまな地域で、そしてさまざまな選手を招き入れまして、この X2 においてその謎を届かせんと奮闘しております。現在は1敗を堅持しまして、同じく優勝争いに絡んでおります。この一戦勝利しまして、三つの萌えの状況に持ち込まんという格好でこの一戦挑んでおりますのが磯野スーパースターズとなります。ここで星取り表もご覧いただきましょう。この両雄非常に今季成績よく揃っております。先ほどご紹介した通り、ゴールデンファイターズは現在3戦全勝と、その非常に有利な位置を確保している格好になっておりますが、磯野スーパースターズも1敗地に間に出ましたが、しかし現在2勝1敗で優勝戦線に食い込んでいる格好になっております。そしてこの試合にもし磯野勝利しますと、結果的にはその下にあります松栄含めまして2勝1敗のチームが3チーム並ぶ格好になります。この場合には3チームの直接対決はいずれも並んで1勝1敗という格好になりますので、その3チーム双方の直接対決の得失点差という、その足し算引き算の合計によりまして、その得点の優位がありましたチームが優勝という格好になります。今季はその後にさらにリーグ戦、順位決定戦が控えておりますので、これが必ずしも全ての最終順位という格好になるわけではありませんが、いずれにしましても1位という座を確保しブロック優勝を得られるかどうかという点においては、この一戦非常に大きな意味合いを占める一戦となっております。その試合に先立ちまして、両チーム主要選手にそれぞれこの試合にかける意気込みをインタビューさせていただきました。今からそちらの方をご覧いただきたいと思います。
両チームの選手にそれぞれこの試合にかける意気込み含めましたインタビューをお答えいただきました。非常に心強いメッセージありがとうございました。さあ審判団がフィールドの方に入りまして、まもなく首脳陣招きで試合に先立つコイントスに入ります。優勝を大きく左右する一戦となりますこの最終節の一戦、これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。令和6年11月9日、場所は滋賀県宇野引きグリーンスタジアムにて、2024エクスリーグ最終節、ゴールデンファイターズ対磯野スーパースターズの一戦が行われます。試合開始14時20分キックオフ予定です。これより試合前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのが、本日はホームチームという扱いになりますゴールデンファイターズ。奥側に陣取りますのが磯野スーパースターズです。先ほどもご紹介しました通り、現在ゴールデンファイターズは3戦全勝、そして磯野スーパースターズはそれを1敗で追う格好になっております。この試合の勝敗がブロック優勝に大きく帰結する形の最終節となっています。ポイントスの結果、ゴールデンファイターズキックオフ、磯野スーパースターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形式で行われます。双方激を飛ばしフィールドに散りまして、これより試合開始となります。さあまず試合はゴールデンファイターズのキックオフで始まる形になります。キックオフしますのはゴールデンファイターズ、25番の、国木が務めます。摂南大学出身です。
対しまして磯のスーパースターズリターナーには、84番でしょうか、そして27番を配置する模様です。そのスーパースターズ27番は堺愛知大学出身、84番は五十嵐東北大学出身です。さあそのリターンに入ります。リターナー縦に切れ割る格好で右サイドラインを突きまして自陣30ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは磯のスーパースターズの攻撃、自陣29ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央ランプレー、ランニング枠にハンドオフをしまして中央突破を図りました。この判断構想をしましてオフェンスラインともども楽約6ヤードのゲインを果たしております。まず最初のキャリーを託されたのは32番でしょうか、磯のスーパースターズ32番は中川、金沢大学出身のプレイヤーです。磯のスーパースターズセカンドダウン4、これはゴールデンファイターズナイスディフェンス。磯のスーパースターズ再び中央へのランプレーを展開しようとしました。しかし今度はゴールデンファイターズのディフェンスフロント集まりまして、このランを阻止しサードダウンに変えます。磯のも、ゴールデンファイターズも非常に優れたディフェンスラインを持っております。この、ラインマンの攻防にも注目ください。磯のスーパースターズサードダウン4、3回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は4ヤード。さあ、三度のランプレー、攻撃権更新、コースター。ここでさらにランプレー重ねました、磯のスーパースターズ。今度は25番、密集点飛び込みまして、その体投げ込むように攻撃権更新です。磯のスーパースターズ、ファースター。見事攻撃権更新果たしましたが、磯のスーパースターズ25番の宮部、北海道大学出身です。さあこれにより磯のスーパースターズ攻撃権をトータル10ヤード稼ぎましてリセットし1回目に戻しました。ボールオン自陣41ヤードから磯のスーパースターズファーストダウン10。パス不成功。今度はクォーターバック、ボールを開始点から後方より一度だけ前に投げられるパスを展開しましてターゲット83番に突破を図らせましたが、しかしこれはタイミング合わず不成功となっています。ダウンを一つ変えましてセカンドダウンに変えます。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃と変わります。磯のスーパースターズセカンドダウン10、2回目の攻撃になります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ再びランプですが、今度は、ゴールデンファイターズが封じ込めます。密集点突破を図りましたが、しかしこれはゲインほとんどなくサードダウンに変えます。さあ磯のスーパースターズサードナインの状況突破なるでしょうか。これはゴールデンファイターズナイスディフェンス。
選手を固めた左サイドにランプレー展開しまして攻撃権更新を図った磯野ですが、これをゴールデンファイターズ2番が素晴らしいチャージ決めましてフォースダウンに変えます。鮮やかな対応をしましたのは磯野、ゴールデンファイターズ2番の川見、京都産業大学出身です。磯野スーパースターズフォースダウン13、パンクフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかし攻撃放棄を意味します。このパントはリターナー抑えるにとどめまして、ゴールデンファイターズ自陣23ヤードからの攻撃に変わります。攻撃権が変わりまして、テイクオーバーゴールデンファイターズに変わります。まず磯野の最初の攻撃シーズンは結果的にはタッチダウン至らず、パントという形で攻撃譲渡という格好になりました。しかし陣地を挽回しまして、今度はゴールデンファイターズに攻撃が移ります。ゴールデンファイターズは自陣23ヤードからの攻撃となります。さあゴールデンファイターズ、この試合最初のシリーズ果たしてどのようになるでしょうか。自陣23ヤードからのファーストダウン10、ここで反則発生です。イエローフラッグが投じられました。審判団がフィールドに黄色いウエストを落としますと、これは反則発生を意味します。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームはボールを持っているチームは特定の選手以外は1秒間静止することが求められます。これが守れない場合はフライングとみなされまして、5ヤードバッターになります。従いましてゴールデンファイターズ自陣18ヤードからファーストダウン15で試合再開です。さあまずランプレーを投入しました。ランニングバックにハンドオフしまして1周点突破を図ります。一旦は捕まりましかけましたが、キャリア0番それをすり抜けまして前進し、約2ヤードのゲインを確保しております。キャリア0番は富本です。大阪教育大学出身。ゴールデンファイターズセカンドダウン13、2回目の攻撃に入ります。パス不成功。今度は中央を切り込んでいったワイドレシーバーにパスを投じましたが、わずかにパスのタイミング合わず不成功となっております。結果的にパス不成功でサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン13、さあ突破なるでしょうか。さあクォーターバック自らキープし状況打開を図らんというところ、しかしこれは磯野見事対応しましてフォースダウンに変わります。クォーターバックは3番の矢部が務めております。大手門学院大学出身です。ゴールデンファイターズフォースダウン11、パントフォーメーションを取ります。このパントを低い弾道にしリターンができない状況にしました。結果的に磯野スーパースターズ陣33ヤード付近でボールとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権テイクオーバーで磯野スーパースターズに移ります。 OC さんのメッセージありがとうございます。本日は社畜ということは仕事中ということですね。お疲れ様です。レイバンズ、光栄大学が勝ったということですね。レイバンズやりましたよ。今日はまだエンディング手前、ゴールデンファイターズは負けないというメッセージ、これはゴールデンファイターズの非常に力強いメッセージになると思われます。
さあしかし攻撃は磯のスーパースターズ、ジーン33ヤードからのファーストアウト。パス成功。クォーターバック18番、まず左に展開していた16番にパス。16番若干そのボールをジャッグルしましたが確保しまして5ヤードゲインに変えております。まず最初の確実なパスは通りました。キャッチしましたのはワイドレシーバー16番の花木です。岐阜大学出身。磯のスーパースターズはクォーターバックは18番田中が務めております。こちらも岐阜大学出身です。磯のスーパースターズセカンドダウン5。さあ再び中央のワンプレー、今度はキャリア25番密集点に体をねじ込むように約2ヤードから3ヤードのゲインを果たしております。キャリア25番は宮部です。北海道大学出身。北海道学生リーグで鳴らしましたその見脚をここで披露しております。磯のスーパースターズサードン2。ここはキャリア22番に突破させまして攻撃権更新です。磯のスーパースターズファースター、見事この状況を打開図りましたのは22番の今井です。金沢大学出身です。さあ攻撃権更新になりまして磯のスーパースターズ自陣47ヤードからのファーストダウンテン。今度は左に展開していく86番にパスを投じましたがこのパスはコースそれまして不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウン10に変わります。表示誤っておりましたが先ほどのプレーファーストダウン10の状況でした。磯のスーパースターズセカンドダウン10。クォーターバック18番左方向にランプへ、オプションのアクションから自らキープしましてその体をねじ込むように前進しました。これによりまして約5ヤードから6ヤードのゲインとなっております。キャリアとなりました磯のスーパースターズはクォーターバック18番の田中です。岐阜大学出身です。磯のスーパースターズサードン5。さあハンドオフによってランプレーに突破を図りました。キャリアは22番、攻撃権更新になりましたでしょうか。わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。さあこの距離は22番の今井に託しましたがしかしわずか1ヤード残っております。この1ヤードどのように活用していくでしょうか。最後の攻撃権フォースダウンの状況になっております。ここは磯野無理をしません。パントフォーメーションを取ります。陣地挽回をなる、図っていくという構えです。トリックプレイファースト。磯野ここでトリックをかけました。パントをフェイクにしましてその手前にいたブロッカーに25番を配置しこの25番に突破させまして攻撃権更新です。見事ギャンブル決まりまして磯のスーパースターズファーストダウン獲得です。ここでエースランニングバックの宮部を使用しました。北海道大学出身の見脚、見事に攻撃権更新の解約を果たしております。さあ継続しております攻撃、相手陣42ヤードから磯のスーパースターズファーストダウン10。
さあここでクォーターバックが行きました。ランニングバックに対するハンドオフオプションから自らキープを判断し右オフタックル付近を突破、約2ヤードのゲインとしています。ゴールデンファイターズ、しかしディフェンス陣未だ堅牢といった格好でそのランを封じ込めにかかっております。磯野スーパースターズセカンダウン、セカンダウン8、パス不成功。今度は右に展開した86番にパスを投じましたが逆リードになりましてキャッチできず、パス不成功でサードダウンに変わります。磯野スーパースターズサードダウン8、ここでスナップ乱れました。センターからクォーターバックに投げるボールが大きく後逸線という高いボールになりました。なんとか飛びつきましたクォーターバック確保しましたが結果ゲインできずフォースダウンに変わります。磯野スーパースターズフォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。このバントは絶妙の位置に蹴り込みましてゴールデンファイターズを自陣11ヤードの地点に押し込んでの攻守交代となります。攻撃権はしかし変わりましてテイクオーバー、ゴールデンファイターズに攻撃権移ります。さあゴールデンファイターズ自陣11ヤードの位置ですが攻撃権を得ます。ゴールデンファイターズファーストダウンテイ、これはナイスディフェンス。ゴールデンファイターズまずランプレーを展開しようとしましたがここに磯のディフェンス陣殺到しまして最終72番と95番が見事これをしとめましてこのランを阻止し1ヤードロスに変えております。素晴らしい対応したのは72番の山口でした。岐阜大学出身のバイスキャプテンです。ゴールデンファイターズセカンダウン11、パス不成功。ここで縦に上がるレシーバーに向けてのパスを投じました。文字通りディフェンスの裏を掴んという形の、奥を狙うロングパスでしたがしかしこれはディフェンスカバーしておりましてパス不成功、サードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン11、パス不成功。ここでランプレーのプレーアクションを挟んで中央を横切るワイドレシーバー11番にパスを投じましたがこのパスタイミング合わず不成功、フォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン11、パントフォーメーションを取ります。
このパントをパンタープレッシャーある中、しかし蹴り込みましてハーフウェイを超えた時点で攻守交代、攻撃権変わりまして磯野スーパースターズに移ります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーターを終えましてゴールデンファイターズ0点、磯野スーパースターズ0点、双方得点内容は攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。